この後スタジオで新曲の音合わせあるんですけど、でそのための同期音源っていう、そのまあ要はギターとか以外のピアノとかシンセサイザーの音をこのパソコンから流すためのデータを作ってたんですけど、でこの時ちょっとふと思って、この同期に自分のギターの音も入れて、まあ要はこうエアギター、自分は弾かずにこっから流してても新曲ならバレないんじゃないかと思って、普段からちゃんと僕のギターを聴いてくれてるのかっていうね、ちょっと、まあ、検証も兼ねてちょっとこれやってみようと思います。おだーす、です、どうす。今日はシャープ3ですね。そうですね、作曲のやつを実際にちょっとスタジオでやってみましょうっていう、久しぶりっすねスタジオ。まあ、それよりあの目大丈夫ですか？そうやね、両目結膜炎になってんの、ね、結構やっぱわかる。いや、なんかさっきあれ、なんかさっきよりはなんかマシになってるような気がするんですけど、花粉かな、黄砂もすごいもんな。あ、そうっすよね、早く治ることをちょっと。そうやな、はい。まあまあまあ、今日はね前回のやつを、ひろきどう、結構練習、まあ練習軽ちょっと、まあそれなりにやったんす。 俺結構完璧やねん。あ、マジっすか。うん、過去1ぐらい1曲こんな練習することないやろってぐらい練習してきてはいはいはい、結構もうほぼほぼなんやろ、もう動き、パフォーマンスつけても、はい、まあ、ミスらんかなみたいな。あ、そんな感じですか。もう MV の動きとかももう頭入ってて、はいはいはい、じゃそれ込みでやろっかなぐらい、もう演奏はもう全然問題ないみたいな。あ、マジですか。うん、いや、なんかちょっと僕はあれっすね、ちょっと相談したいセクションというか、 A メロとかちょっとドラムどうしようかなって悩んでるんで。ああ、それもする、前回のアレンジのちょっと続きじゃないけど。あ、そうっすね、実際叩いてみた感触みたいなことやろ。ちょっとお願いしたいっす。確かに確かに、それもやろうって言ってたもんな。はいはい、ちょっと音作りももう一回な、ちょっとやり直して。はいはい、あれレコーディングの時はこれ使わないんですか、これ、このアンシュミは。あ、俺もレコーディング家でもう全部完結するから。あ、そっか。あ、でもどうする、撮る、スタジオとかレコーディングブースでアンプからマイキングするのもあるような。そういうのなんて言うんでしたっけ、そのライン、なんて言うんでしたっけ、ライン撮りじゃなくて。そうそう、ライン撮りじゃなくて普通にマイク撮り。あ、はいはい、アンプにマイク立てて、はいはい、そっちの方が確かにエアー感というかリアルな感じがするから。あ、やっぱ違うんですね。全然全然違う。へ、確かにな、ドラムレコーディングのだけやったらちょっと絵的になお前やらんのかいみたいなメインのギター撮らんのかいみたいになるから、両方撮るか。まあせっかくドラムもね、そのマイクで撮ってこうエアー感が出るんで、ギターも一緒に。まあ、確かにな、生っぽい方かな。じゃあまあちょっと準備して、はい、練習しますか。そうですね、じゃあちょっと準備してやっていきましょう。うん、です。はい。音いいね、やっぱり。やっぱりヘリックスやっぱ家とは違うもんすか。あ、全然なんか、いや逆に家の感じがそのまま出てる感じはするから。はいはいはい、結構また作り直したやん俺。あ、そうなんすね。前のライブから、はいはい、なんかいろいろこうなんかセッティングとかアンプとか、待って、こうやってソロね、なんか余計なものを外した感じかな。コンプとか、あ、はいはいはい、 EQ とかももう最低限にして。うーん、その上が何ですか、バッキング。いや、これもソロ用のやつ全部。あ、これがソロ用のやつなんで、うん、で結構前までローとかも削っててんけど、はいはい、意外ともうフラットぐらいほぼ全部基本的に。へー、なんかこうベースとかドラムがあるとカットした方がいいねんけど、うんうん、外で単品で鳴らすならある方がめっちゃかっこいいから。はいはい、へー、やってみます。練習してみる、普通に。普通にちょっとやってみますか。うん、あ、動機というか、これは前の、あれですね、ライブの時から使ってる。うん、あ、同期、同期もいけるはずなんですけどね。あれ、thank you.
ですか。いいんじゃないですか。ドラムとちょっと音量バランス整えてみるか。あ、そうですね。じゃちょっと同期の音とドラムのボリューム感ちょっと調整してもいい。ギター含めた全体のバランス見ていい？あ、お願いします。ちょっとお願いします。あ、お願いします。すいません、僕でした。すいません、行きますね。お願いします。音量 OK なんで、はい、ちょっと練習します。ガチの。そうですね、ちょっと僕練習しないとやばいですね。あ、やばかった。今の音合わせの感じでやばかった。グダグダですね。だからレコーディングの時のフレーズのこうしたりとかも、はい、まあ、含めながら、あ、そうですね、一回ワンコーラスやってみますか。お願いします。マコさん的にはどうなんですか、やってる感覚。まあ俺は全然なんともないよ。そうっすよね。うん、ギターはもう気持ちよく弾かせていただいてますけど、はい、もうドラム座ったのもあの8月以来なんだ。ライブぶり？ライブぶりです。何ヶ月ぶりよ。やっぱサボっちゃダメっすね。8ヶ月ぶり？あ、もっとか。あ、半年ぶりかくらいですかね。やっぱ継続してやったとさすがに鈍るよな、ドラム。いや、そうっすね。なんか自分がずれてるのかすらもわかんないですもんね。確かに聞き返して分かる感じ。そう、やっと聞いて分かる感じですね。なんかショック。ショックです。まあまあ練習したら戻るんちゃう、さすがに。そうっすかね。やります。やりますか。いきます。はい、大丈夫ですか、小野さん。あ、俺は全然完璧やったな。あの、もう一回やっても大丈夫。あ、全然、時間的には。すいません。ちょっと俺なんか、あれやな、パフォーマンス的なのちょっとやっとくか、俺。あ、OK です。絵的にどう見えてるかみたいな。あ、OK です、OK です。うん、いきます。はい。どうやった？微妙やった？もう一回ですか？もう一回？どうしよう、なんかしよっかな、俺。なんかやったことあるかな？演奏もほぼほぼいけてるから、なんかあるかな？まあ、いろんなパターンのパフォーマンスやってちょっと。あ、すいません。絵的にどう見えるかな？あ、そうです。いきます。
完璧やな。まだ大丈夫ですか。あ、全然時間は余裕よ。8時半までやから。じゃあ納得いかん。これラストにします。うん、別に何回でもいいよ。あ、マジで。うん、演奏的に微妙ってことやな。ヒロキのドラムが微妙ってことやな。視聴者の人はそんなさすがに下手くそとならんと思うで。その聞いてる感じそこまでヤバいと思わないですか。いや全然全然。あ、マジですか。ヒロキは言うてだって普段もう普通に仕事してるわけやん。ヒロキでドラム立ててるわけじゃないの。ちょっとこれで決めます。 OK、 お願いします。いきます。あっちこっちでね。いきます。です。いやー気持ちいいわ。全然違和感はないんですよ俺は。マジか。うん、ちょっと一回聞いてみてる。いいです。今の現状ってことやろ。そうですね。それはもう、そうなんです。これはもう、もうしょうがないんちゃう。これはしょうがない。リアルを出していこうや。で、はい、ここから練習して高めていこうっていう、そうですね、スタンスの方がいいんちゃう。だからヒロキどう、ギターで違和感とかなかった。いや、弾いてて自分の音で精一杯でしたね。ちょっとあんま聞けてないって感じか。そうですね。まあしゃあないか、それは。じゃあもうやるか。じゃあ A メロやっていくか。なんか A メロがよくわかんないんですよ、なんかの。うん、え、マジで俺、あ、まあまあそうかそうか。俺の音とかやっぱ聞こえてる。じゃあ抜け悪い。いや大丈夫そう。あれがクリック聞いてるもんな。さすがにあれが。そっちに集中してるみたいな感じ。まあ確かに。じゃあ、A メロ ?A メロまで。一回ドラムだけで叩いてみる ?A メロ。なんかドラムが、なんかドラムが、なんかもう、ゆっくりやると、みたいなこう。なんか別に、そんな気なまんでもいいかもな。ハットそっちに労力いくならなんかリズムもっとキープした方がいいかな。そうですよね。全体がブレない方がいいかなみたいな。確かに確かに。ドゥッチャトゥッドゥッドゥッチャトゥッチャトゥッみたいな感じやんな。そうですね。チャトゥッドゥッドゥッチャトゥッチャトゥッチャトゥッみたいな。そうです。タタタタブルーみたいな、なんかそういうあの感じが出てれば全然。一回ちょっとヒロキのそのなんか手癖フレーズみたいなのがあるわけやろ。その今までやってきた歴史の中でさ、歴史の中でこのフレーズはこう叩いちゃうみたいなのがあるわけやん。はいはい、それによしても全然いけるな。あー、なるほどなるほど。さっきのハイハットの刻みにしてもいいし、なんか、なんていうんですかね、こう手数が多くないと寂しいっすよね、A メロこれ。いや、でもないと思う。なんか、より、うん、点を重視した方が手数が多いです。あー、なるほどなるほどなるほど。ドゥッ、チャッ、みたいな。極論、ドゥッ、チャッ、ドゥッ、チャッが強調されてりゃ、結構グルーヴ出るフレーズやと思うで。あー、なるほどなるほどなるほど。そっか、別に手数が多くしてほしいわけではない。ではない。あ、うん、なるほどなるほど。ちょっとそっちバージョンでやってみていいですか。うん、同期ありでやってみて。シンプルだからやりやすい、やりやすい。さすがに今のは寂しいかも。ちょっと寂しいですよね、やっぱ。いや、なんでここはマジで練習します。まあそうですね。まだ時間はまあもう言ってた通り別に無限に取れるんで、しっかり練習して完璧なものを届けるという形でいきましょうか。ちょっとさ、はいはい、最後にもう一回全体で合わせてみていい。あ、OK です。同期ありきで。あ、OK です。
OK ですか。オーケーです。いきまーす。はい。気持ちいいわ。まさ、もう一回やっていいですか。ひろき、その前にさ、はい、なんかない思うことない。いや、やっぱ A メロがちょっときついっすね、マジで。むずい。サビもやっぱよれてるんですね、俺。久しぶりにバンドで合わせるわけやん。なんか違和感ない？一緒にやってさ。違和感ですか？あ、ちょっと音ちっちゃいかもしれない。あ、上げる？クリックがちっちゃい。クリックがちょっとちっちゃいかもしれないですね。難しいなって。ひろき、え、天然。え、時間ないでもう一回やりますか。全然いいけど。もう一回やるか。全然あれってやっぱこう難しいですね。二人でグルーブ出すっていうのは。確かにな。よし、いっか。YouTube やりすぎだろ。それひろきの見れてないから分からんけどさ。いや、あの途中からあのネタなのかマジなのか。ちなみにみんな正解言ってもらっていい？その何をされてるかみたいな。え、なんか熱くなってます、こうパフォーマンスみたいな。うん、合ってます。いや違うな。え、マジですか？え、分からん。違和感ない？もうショックやわ、ヒロッキー。それマジでショック、俺。わかった、はい、引いてない。引いてない。マジですか？俺引いてなくて、ずっとエアギターでドンキで流してんねん、音源を、ギターを。気づかんかった？あ、だって、あれって僕ギター書いてますもん、音源。だから俺の演奏は出てないから。マジで裏テーマとして、ヒロッキーは俺の演奏を聴いてくれてるのかっていうのが。あ、そういうことですか。そうそうそう、もう兼ねてやっててんけど、いや、ショックやわ。いや、全然わからなかったですね。え、あの、動き出した時からじゃないですか。いや、動き出す2個前ぐらいから。もう弾いてなくて、もう完全にこっちからギターを出して、どんどんアクションしたら気づくかなっていうことでやっててんけど、はいはい、でも、しばらくても気づくなくて、多分言われるまで気づいてない。ということで、まあ、でも普通に練習します、この後。まあ、時間あるんで。ちゃんと音出してくれた。あ、オッケーオッケー、ちょっと待ってました。じゃあ、まあそんな感じでやってみますか。ちょっと練習しますか。うん、では、そっか、やっぱ分からんか、ギターの音。いや、多分だ、全く一緒やもんな。そう、音源のギターの音とヒーリックスの音が、あのボリュームも一緒だと思うんですよ、多分。あ、全く分からなかった。ちょっと揃えすぎたな。もうちょっと分かりやすくやったらよかったな。もっと同期の方を鬼ブーストして。ああ、確かに確かに。え、これうますぎませんみたいな。え、理想は、いや、そんな動きながらその演奏よくできますねみたいな理想やってる。あ、そっちか。うますぎませんみたいな。そう、そっち。いや、逆に、なんだろう、ほら、マコさん別に普段から動くじゃないですか。違和感ないんですよ、別に。こんなんしながら、あんまプレー絶対無理やねん。あ、そうなんですか、ね、無理無理無理。結構こうやって弾いてるなと思ったんで、なんか別にあの、まあ、マコさんなら別に普通かな、みたいな。確かにな。それより、なんかその動きを見てくれの方だと思ったんですよ、あの。あー、そういうことね。俺の動きすごいだろ、みたいな。はいはいはい。